今回は UFC 最軽量級 UFC フライ級ランキングトップ10を紹介します。10位ダビッド・ドボルザーク。 MMA 戦績20勝4敗 UFC 戦績3勝1敗チェコ出身の29歳です。 MMA を始める前はチェスプレイヤーだったという経歴の持ち主、またファイトマネーだけで生活できるようになるまでは父親の後を継いで赤堀人として働いていたこともあり、そのためニックネームはアンダーテイカーと呼ばれております。18歳で MMA プロデビューを飾るとローカル団体で13連勝を果たし、2020年に UFC と契約。 UFC 契約後プレリムで3連勝を上げランキング入りすると、前戦の2022年3月ランキング7位のマテウス・ニコラウと対戦。2ラウンドに左フックでダウンを奪われ判定負け、連勝は16でストップしております。20勝のうち 8KO、 8つの一本勝ちとフライ級の中でもフィニッシュ力がある選手です。9位、マット・シュネル。 MMA 戦績15勝6敗、 UFC 戦績5勝4敗1ノーコンテスト、アメリカ合衆国出身の32歳です。ギロチンや三角締めなど締め技が得意なグラップラー。2016年、当時 UFC フライ級絶対王者デメトリアス・ジョンソンとの次期挑戦者を決めるトーナメント、ジ・アルティメットファイターシーズン24に参加。世界各国 MMA 団体のフライ級王者16人が選ばれており、マット・シュネルはレガシー FC フライ級暫定王者として参加。準々決勝で後のトーナメント優勝者であるティム・エリオットにギロチンチョークで1ラウンド1本負けしましたが、その後 UFC と契約。契約後は UFC 戦績5勝4敗1のコンテスト。2018年6月には現ライジンファイター井上尚弥選手にスプリットの判定で勝利しており、井上選手の MMA キャリア初黒星をつけております。8位、ホジェリオ・ボントリン。 MMA 戦績16勝4敗、 UFC 戦績2勝3敗1のコンテスト、ブラジル出身の29歳です。 MMA キャリアの多くをリアネキッドチョークでフィニッシュしているグラップラー。 UFC 契約前は2度来日しております。1度目は2016年12月パンクラスに参戦し、春日井寒天武選手と対戦し、ガードからの腕十字でタップを奪ったものの大幅な体重オーバーでノーコンテスト。2度目は2017年12月グランドスラムで USC リリース直後の田中道則選手と対戦し、3ラウンドリアネイキッドチョークで MMA 初黒星をつけられております。2018年8月ブラジル版コンテンダーシリーズで勝利し USC と契約。 USC 参戦後は2勝3敗1のコンテスト。USC デビューから2連勝しておりましたが、そこからトップ10ランカー相手に1ノーコンテストを挟む3連敗中です。7位、マテウス・ニコラウ。 MMA 戦績18勝3敗1分け、 USC 戦績6勝1敗、ブラジル出身の29歳です。日本発祥の締め技ジャパニーズネクタイで2度もフィニッシュしているグラップラー。2015年3月 USC 契約をかけたリアリティ番組 The Ultimate Fighter ブラジル4に参加し、準決勝で敗北するも USC と契約。UFC 参戦後3勝1敗の成績を上げるも、一度決まりかけていた UFC フライ級廃止によりリリース。その後ローカル団体で2連勝し UFC と再契約。再デビュー戦で元ライジンバンタム級王者マネル・ケープに2対1で僅差の判定勝ちすると、 The Ultimate Fighter シーズン24優勝者ティム・エリオット、ダビッド・ドボルザーク相手に勝利し UFC 再契約後現在 UFC 3連勝中。しかし再契約後攻め手を欠く展開の試合が多くなっております。6位、アレックス・ペレス。 MMA 戦績24勝6敗、 USC 戦績6勝2敗、アメリカ合衆国出身の30歳です。レスリング出身でギロチン、アナコンダチョークなど締め技でのフィニッシュが多いグラップラー。2017年8月コンテンダーシリーズで勝利し USC と契約。フライ級トップコンテンダー当時ランキング3位のジョセフ・ベナビデスには敗北するも、当時ランキング4位のジェシー・ホルミーガにカーフキックで TKO 勝ち。USC 契約後6勝1敗の成績を上げ、2020年11月には USC フライ級王者デイブソン・フィゲレードとのタイトルマッチに挑戦。1ラウンドギロチンで1本負けし王座獲得には失敗しております。 USC6 勝中 2KO2 つの1本勝ち、1ラウンド勝利が3回あり、ベナビデス、フィゲレードとトップ中のトップにしか負けていない USC フライ級の実力者です。5位、ブランドン・ロイバル。MMA 戦績14勝6敗、 USC 戦績4勝2敗、アメリカ合衆国出身の29歳です。フライ級らしいグラウンドで常に動き続けるアグレッシブなグラップラー。2019年には全米を代表する人材育成イベント LFA フライ級王者にも輝きました。2020年5月、もともとコンテンダーシリーズに出場予定でしたが欠場選手の代役として急遽 USC 本戦デビュー。いきなり当時ランキング11位のティム・エリオットと対戦すると2ラウンド肩固めで1本勝ち、続いて当時ランキング7位のハイカラ・フランスに2ラウンドギロチンチョークで1本勝ち。
ランカー相手に2連続一本勝ちでランキングを上げると、3戦目デビュー半年で当時ランキング1位の後の UFC フライ級王者ブランドン・モレノと対戦するも、試合中肩を脱臼して TKO を負け、続いて当時ランキング3位のアレッシャンドリ・パントージャにリアネイキッドチョークで1本負けで連敗。その後ランキング7位のホジェリオ・ボントリン相手に第1スプリットの判定勝ち。前戦の2022年5月ランキング9位のマット・シュネルと対戦、ダウンを奪われギロチンを捉えるも、しのいですぐに逆にギロチンで捉えて一本勝ち。一瞬のチャンスで決め切り、ロイバルがスクランブルの強さを見せつけて勝利しております。4位アレッシャンドリ・パントージャ。 MMA 戦績24勝5敗、 UFC 戦績8勝3敗、ブラジル出身の32歳です。2016年、当時 UFC フライ級絶対王者デメトリアス・ジョンソンとの次期挑戦者を決めるトーナメント The Ultimate Fighter シーズン24に参加。1回戦でブランドン・モレド、準々決勝でカイカラ・フランスに勝利し、準決勝に駒を進めると、準決勝では現ライジンファイター大木久保博正選手と対戦、判定で敗れたものの、そのまま UFC と契約を果たしております。 UFC 参戦後8勝3敗、デイブソン・フィゲレード、アスカル・アスカロフといったトップランカーには敗北を喫しており、タイトルマッチ挑戦まであと一歩というところで敗れております。しかし現ライジンファイター佐々木うるか選手に1ラウンドチョークで一本勝ち、井上直樹選手に勝ったマット・シュネルに1ラウンド KO 勝ちと、試合を重ねるたびに MMA ファイターとしての完成度が高まっております。2021年2月には元ライジンバンタム級王者マネル・ケープの UFC デビュー戦の相手を務め、打撃の手数で上回り判定勝ち、日本の格闘技ファンに馴染みのある選手と対戦しております。3位アスカル・アスカロフ。 MMA 戦績14勝1敗1分け、 UFC 戦績3勝1敗1分け、ロシア出身の29歳です。 MMA 戦績29勝0敗の歴代パウンド・フォー・パウンド1位と呼び声の高いハビブ・ヌルマゴメドフと一緒の格闘大国ロシアのダゲスタン共和国出身。生まれつき聴覚障害があり、健常者の 20% ほどの聴力しかないそうです。フリースタイルレスリング、コンバット3本をベースに持ち、打撃でもサブミッションでもフィニッシュ率の高いオールラウンダーです。2016年、ロシアの最強団体 ACB でフライ級王者に輝くと2度王座防衛、また2017年には聴覚障害者のスポーツ大会デフリンピックに出場し、レスリングフリースタイルで金メダルを獲得しております。MMA 戦績11勝0敗、全フィニッシュ勝利のパーフェクトレコードで2019年に UFC と契約しております。UFC デビュー戦では後の UFC フライ級王者ブランドン・モレノと対戦しドローでしたが、そこから当時ランキング7位のティム・エリオット、当時ランキング4位のアレッシャンドリ・パントージャ、当時ランキング2位のジョセフ・ベナビデス相手に3連勝。前戦の2022年3月には当時ランキング6位のカイカラ・フランスと対戦、1ラウンドグラウンドでコントロールするも、2ラウンド3ラウンドと打撃で押されて判定負け、 MMA キャリア初黒星を喫し、タイトルマッチ挑戦まであと一歩というところで敗れております。2位カイカラ・フランス。 MMA 戦績24勝9敗、 UFC 戦績7勝2敗、ニュージーランド出身の29歳です。 UFC ミドル級絶対王者イスラエル・アダサニア、 UFC フェザー級絶対王者アレクサンダー・ボルカノフスキーと同門のシティキックボクシング所属です。フライ級ならではのスピードを持ちながら、フライ級離れした倒せる打撃を持つストライカーです。2016年8月、当時 UFC フライ級絶対王者デメトリアス・ジョンソンとの次期挑戦者を決めるトーナメント The Ultimate Fighter シーズン24に参加。1回戦は開始30秒で KO 勝ちしたものの、準々決勝でアレッシャンドリ・パントージャに判定負けでトーナメント敗退しており、この時は UFC との契約を逃しております。The Ultimate Fighter敗退直後の再起戦である2016年12月にはライジンに参戦しており、現ワンファイターの和田達光選手に判定負けしております。しかしその後ローカル団体で5連勝し UFC と契約、 UFC 契約後試合を重ねるごとに実力を上げていき、2021年3月、当時ランキング8位のホジェリオ・ボントリンに1ラウンド TKO 勝ち、2021年12月、フライ級転向初戦の元 UFC バンタム級王者のコーディ・ガープラントに右フックで1ラウンド TKO 勝ち、2022年3月、ランキング2位で MMA 無敗のアスカル・アスカロフに判定勝ちで強豪相手に3連勝中、タイトル挑戦圏内にたどり着いております。1位ブランドン・モレノ。 MMA 戦績19勝6敗に分け、 UFC 戦績8勝3敗に分け、メキシコ出身の28歳、元 UFC フライ級王者です。
柔術をベースに19勝のうち11のサブミッションで勝利しながら、高いボクシングテクニックを持ち、打撃でも KO できる力を持つオールラウンダー。2016年、世界各国からフライ級王者が集められた、ジ・アルティメット・ファイターシーズン24に、WFF フライ級王者として参加。同トーナメントに参加した大木久保博正選手と同じ部屋で共同生活し、切磋琢磨するも、1回戦でアレシアンドリパン王者に一本負けで、トーナメント敗退。しかしモレノは、トーナメント敗退したにもかかわらず、2016年10月、USC との契約を果たしております。USC デビュー戦では、当時ランカーのルイス・スモルカーと対戦し、圧倒的不利の下馬評を覆して、ギロチンチョークで1ラウンド1本勝ちでランキング入りすると、その後3連勝を果たしました。2017年8月、地元メキシコ大会のメインに登場し、当時ランキング6位のセルジオ・ペティスに敗れ、USC 初黒星を喫すると、2018年5月、タフ1回戦で敗れた、当時ランキング12位のアレシアンドリパン王者との再戦にも敗れ連敗。モレノはまだランカーにもかかわらず、USC のフライ級廃止騒動に伴い、2018年に一度リリースされてしまいます。しかしリリース直後の再起戦である2019年6月、いきなり LFA フライ級王座決定戦に抜擢され、パウンドで4ラウンド TKO 勝ちでタイトルを獲得。そのタイミングで USC フライ級再開の動きがあり、USC リリース後、この1試合のみで USC との再契約を果たしております。そしてこの USC 再契約を機に、モレノは覚醒。2019年9月、USC 復帰戦では、当時 MMA 戦績11勝0敗、全フィニッシュ勝利中のロシアの最強団体、ACB フライ級王者、アスカル・アスカロフと対戦し、1対1の判定でドローも、海外の MMA メディアサイトの採点では、13人中12人の記者が、モレノの勝利を支持しておりました。2019年12月、当時ランキング6位のカイカラ・フランスに判定勝ち。2020年3月、当時ランキング3位のジェシー・フォルミーガに判定勝ち。2020年11月、当時ランキング6位のブランドン・ロイバルにパウンドで1ラウンド TKO 勝ち。USC 再契約後、3勝1分けの戦績を挙げ、2020年12月、王者デイブソン・フィゲイレードとの USC フライ級タイトルマッチにたどり着いております。試合はフィゲイレードからテイクダウンを奪うなど善戦しましたが、判定ドローで王座獲得には失敗。しかし、USC 代表デナ・ホワイトがフライ級史上最高の試合と称賛するほど、非常にレベルの高い試合を見せ、モレノの評価は大きく上がりました。2021年6月、前回ドローだった王者デイブソン・フィゲイレードとの USC フライ級タイトルマッチとして、ダイレクトリマッチが実現。試合は1ラウンドから左ジャブでダウンを奪う場面を見せ、3ラウンドにリアネキッドチョークで一本勝ち。モレノはメキシコ人史上初となる USC 王座獲得に成功しました。一度はフライ級廃止騒動もあり、USC からリリースされたモレノでしたが、USC と再契約し、王座を獲得するというアメリカンドリームを体現。試合後モレノは、すごく辛い時間が人生の中にはあって、2018年はひどかった。2試合負けて速攻 USC をリリースされて、とにかく娘の手術代も必要で、お金を稼げることを何かしなきゃいけないって頑張った。でもそういう全部が今日この瞬間に生きている。オクタゴンに挑戦し、去っていったファイターには、諦めないでと言いたい。言葉で言うのは簡単なんだけど、本当に犠牲だったり、規律のある生き方ですごく辛い時間が訪れるし、すごくしんどい。でも本当に実現したいなら、やり続けることだ。USC がリリースされることは、道からそれることではないから、僕は知っている、信じている、君ならできる、諦めるな、と話しました。2022年1月、初の防衛戦として、挑戦者として、デイブソン・フィゲレドを迎え、3度目の対戦。一進一退の攻防を繰り広げるも、僅差の判定で敗れ、王座陥落。対フィゲレードとの戦績は、1勝1敗1分けとしております。ちなみにモレノは、フィギュア集めが趣味であり、レゴやフィギュアを多数コレクションしております。王者、デイブソン・フィゲレード。MMA 戦績21勝2敗1分け、USC 戦績10勝2敗1分け、ブラジル出身の34歳です。USC 最軽量級のフライ級ながら、強烈なパンチ力の KO パワーと決めの強さを持っており、21勝のうち9つの KO-TKO での勝利、8つのサブミッションでの勝利と高いフィニッシュ力を誇っております。 56.7kg のフライ級で戦っておりますが、普段の体重が 75kg ほどあるらしく、毎回 15kg 以上の減量を行っており、当日はリカバリーして軽量級離れしたパワーを発揮します。ブラジルのジャングルファイトなど様々な団体で活躍し、11勝無敗の成績で USC と契約。 USC 契約後、軽量級離れしたパワーでランカーを次々と倒し、 USC 契約後約2年でトップランカー入り。2019年12月に USC フライ級バンタム級に階級王者ヘンリー・セフドがバンタム級に専念するため、フライ級王座の返上を表明すると、2020年2月空位となったフライ級王座をかけて、ランキング1位のジョセフ・ベナビデスの対戦が決定。しかしフィゲイレードは USC フライ級タイトルマッチというキャリア最大のチャンスにもかかわらず体重超過。ベナビデスが勝利した場合にのみチャンピオンの称号が授けられることを条件に試合が行われました。
しかし試合はトップコンテンダー、ヨセフ・ベナビレス相手に終始圧倒し、2ラウンド TKO 勝ち。当然その後2020年4月、USC フライ級王座決定戦として、ヨセフ・ベナミレスのダイレクトリマッチが決定。今回はフィゲレードも軽量クリアすると、試合開始早々に右フックでダウンを奪うと、その後も立て続けに右フックで2度ダウンを奪い、最後はリアネーキッドチョークでベナビレスを締め落として一本勝ち。一方的な展開で勝利し、USC フライ級王者に輝きました。2020年11月、初の防衛戦として、ランキング4位のアレックス・ペレスと対戦し、1ラウンド早々にギロチンを決め、王座初防衛に成功。2020年12月、2度目の防衛戦として、ランキング1位のブランドン・モレノと対戦。フィゲレードは試合前日に体調不良を起こしたらしく、試合の後半に大失速。ローブローでの反則減点もあり、結果はドロー。しかし、フィゲレードがドロー防衛で2度目の防衛に成功。2021年6月、3度目の防衛戦では、前回ドローだったブランドン・モレノとのダイレクトリマッチが組まれると、パンチでダウンを奪われる場面を見せ、最後はリアネーキッドチョークで一本負け。フィゲレードは3度目の防衛に失敗し、王座陥落。2022年1月、今度はフィゲレードが挑戦者として、王者ブランドン・モレノとの USC フライ級タイトルマッチとなる3連続で対戦が決定。今回からフィゲレードは、元 USC フライ級バンタム級王者、オリンピックレスリング金メダリストのヘンリー・セフードと共にトレーニングキャンプを張り、セコンドにもセフードがつくことになりました。試合は一進一退の攻防を繰り広げるも、僅差の判定勝ち。ダイレクトリマッチを制して王座奪還に成功し、対モレノを1勝1敗1分けとしております。現在王者フィゲレードは怪我により防衛戦がしばらくできないそうです。それにより2022年4月30日の USC277 で1位ブランドン・モレノ対2位カイカラ・フランスの USC フライ級暫定王座決定戦が組まれております。両者は2019年12月 USC245 で一度対戦しており、この時はモレノが判定勝ちしております。怪我を負い早々に暫定王座決定戦が組まれた件について、正規王者のフィゲレードは激怒。 USC がそんなことをするなんて予想外だったからムカついた。最後に試合をしたのが数ヶ月前だというのに、もう暫定王座決定戦かよ。信じられない。俺は常に USC のために素晴らしい賞を提供してきたのに、こういう動きを見ていると過小評価されている気がする。この階級から離れることを本気で考えている。決断するときはこの階級を去ってバンタム級に上げる。できればデイナホワイトと直接会って話し合いたいことがたくさんあると話しております。今後の USC フライ級王座の行方に要注目です。また USC フライ級には日本で馴染みのある選手も参戦中。フライ級13位にランクイン中のマネル・ケイプ、 MMA 戦績17勝6敗、 USC 戦績2勝2敗、アンゴラ出身の28歳、元ライジンバンタム級王者です。2019年大晦日、朝倉海選手とのライジンバンタム級王座決定戦で勝利し、ライジンバンタム級王座を獲得し、2020年に USC と契約。2021年2月 USC デビュー戦ではランキング5位のアレッシャンドリパントージャと対戦し判定負け。2021年3月マテウス・ニコラウと対戦するも2対1スプリットの判定負け。しかし北米主要メディアによるメディア採見では、22人中22人の記者全員がケイプの勝利を支持する物議を醸す判定となっておりました。2021年8月、オデオズボーンと対戦し右飛び膝蹴りでダウンを奪い、パウンドで1ラウンド KO 勝ちで USC 初勝利。2021年12月、ジャルガス・ジュマグロフと対戦し、スタンドパンチ連打で1ラウンド TKO 勝ち。2022年4月、ランキング12位のツ・ムダルジと対戦予定でしたが、アンチドーピング機関、ウサダへ提出したサンプルから、アナボリックステロイドの一種の代謝物が検出されたため欠場。しかし、検出された禁止薬物が、1g の1兆分の1の重さを表す単位である、17pg と、パフォーマンス強化には繋がらない微量であったことを、また、ケイブは試合までに何度もウサダのドーピング検査をクリアしており、故意に摂取しておらず、おそらくサプリメントに微量の禁止薬物が入っていたことであると判断され、ウサダはケープにペナルティを課さないことが決定しております。2022年6月12日、ランキング8位のホジェリオ・ボントリンと対戦が決定しておりましたが、計量前日にボントリンが計量失敗で病院に運ばれ、直前で試合が消滅。不運にも2連続で試合が消滅しております。現在2連続1ラウンド KO 勝ち中、ケープの次戦にも期待です。そして先日 USC デビューを飾った平達郎選手、 MMA 戦績11勝0敗、 USC 戦績2勝0敗、沖縄県出身の22歳です。高校1年生で格闘技未経験でザ・パラエストラ沖縄に入門すると、2017年に全日本アマチュアシュート選手権で優勝し、アマチュアシュート10勝無敗の戦績でプロに昇格。プロ昇格後、圧倒的な実力で格の違いを見せ続け、2021年にシュート世界フライ級王座を獲得。
2021年11月 VTJ2021 で初の国際戦もフィニッシュ勝利、2022年2月 MMA 戦績10勝0敗8フィニッシュ勝利のレコードで USC と契約しております。2022年5月 USC デビュー戦ではカルロス・カンデリオと対戦し、スタンドではダウンを奪い、グラウンドでも圧倒し判定勝ち。 USC デビュー戦は完勝しており、 SNS でもギルバート・バーンズ、ベラル・ムハマッド、アデル・ケープなどの USC ファイターが称賛しておりました。若干22歳、無敗のスーパーノバに期待です。またノーランカーですが、フライ級で注目すべきファイター、ムハマド・モカエフ、 MMA 戦績7勝0敗、 USC 戦績1勝0敗、パキスタン共和国出身の21歳です。難民としてダゲスタンからイギリスに来たモカエフは、レスリングのイギリス王者、ブラジリアン柔術のヨーロッパ王者も獲得し、アマチュア MMA では23勝0敗をマーク。2018年と2019年にはアマチュア MMA 世界最高峰 IMMAF ワールドチャンピオンシップのジュニアバンタム級タイトルを獲得。2020年にプロに転向すると6連勝を挙げ USC と契約。2022年3月の USC デビュー戦ではコーディ・ダーデン相手にギロチンで1ラウンド58秒で一本勝ち、アマチュアも合わせて現在30勝無敗、 USC 史上最年少王座獲得記録の23歳8ヶ月を保持するジョン・ジョーンズの記録を破って最年少王者になることが目標だそうです。 USC 最軽量級のフライ級、今後どのような展開になっていくか非常に楽しみです。以上です。今回は USC フライ級ランキングを紹介しました。いいね、評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。